はい、皆さんこんにちは、あみです。今回はここにあるドレッサーの紹介をしていきたいと思います。はい、まあそんなにね綺麗なものでもないんですけれども、まあ私って Get Ready With Me を撮ることがすごく普段ね多いんですけど、まあ動画を回しながらメイクするっていうのが多いので、ここはまあ撮影する場所でもあり、まあこの部屋がなんですけどね、この部屋が撮影部屋であり、いつも普段メイクする場所になっています。なので本当に撮影しやすいように、そして機能性というかも兼ねてという感じなので、見栄え的にはそんなに綺麗なドレッサーでもなくそのどれだけスムーズにできるかということにこだわって配置してあるドレッサーになっています。で、ドレッサー自体もカラーボックスに天板を、普通の板を置いて、なんかねすごい収納のできるドレッサーみたいな感じになっています。ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、早速ねこのテーブルの上紹介していきたいと思います。これが私のドレッサーになります。ほんとね上だけなんですけど、はい、上だけの紹介になるんですけど、下がねちょっと汚すぎるので、でいつもはこのカメラ三脚が向こう側に、ここら辺にいつもカメラがある状態で撮影しています。こちら側が基本のあのベースメイクのゾーンになります。手前がねファンデーションが置いてあって、丸々これ一つがクリアケースになっていて、これはフォーエバー21で買ったものなんですけど、この後ろ側はいつも使うパレットを基本立ててあって、まあここにね入りきらないパレットっていうのがちょっとここに立てて置いてあるんですけど、まあ基本ここからいつも撮ってメイクしています。そしてここの手前がベースメイク系になります。で、まあベースものだったり、まあ BB クリーム、お気に入りの BB クリームだったり、あとお気に入りのファンデーションたちですねがここに置いてあります。最近一番気に入ってるのはこのミラニなんですけど、まあ一番色が合うっていう理由で使ってるんですけど、まあ本当はね、フェンティが一番好きなんですけど。そして次が、ここがリップゾーンになります。こっからこっちは全部リップですね。こんな感じ。まあ、カラーポップのリュクスリップだったっけな。リップスティックだったり、あとここら辺はマック。で、まあマックのリップグロスだったりとか、他にも、ここら辺は全部カラーポップが入っていて、で、後ろの方にはリップペンシルが入ってたり、あと、まあ、このお気に入りのメベリンのリップだったりとか、あと、このリップグロス系とかもここに入ってますね。まあ基本ここに今置いてあるリップは、今の季節つけるようなリップの色味、暗めの色だったりとか、ブラウンだったりとか、ダークなリップが今、置いてあって、コスメ収納の、あの引き出しの中に今春物だったり夏物っぽいリップは入れてあって、まあ季節で一応ここのスタメンコスメとして入れ替えをしています。ここに入っているのが、スプレー系ですね。メイクのミストだったりとか、あとメイクのベースに使う保湿系のもの。今は冬なのでちょっと乾燥が気になるのでオイルだったりとか、美容液だったりとかが今ちょっと置いてある状態ですね。あとはシャープナーとかの小物も一応ここに、目薬だったりとかも入っています。これはなぜかここに入っているアイクリームですね。で、ここはここに入りきらなかったファンデーションが縦に並べられています。まあ、手前にベースが2つ、ケイトのとマックのライトフルシーがあるんですけど、あとクリニークで、ここは全部、ここ3本がマークジェイコブスのファンデーションになっています。これも入りきっていないクッションファンデーション、コス RX のやつだったり、ビセケイトだったりとかのパウダーファンデ、あと手前にはナーズのクッションファンデも置いてあります。こっちはパウダー系ですね。いつも使っているローラメルシエのフェイスパウダーと、あとエレガンスのやつ、プレスドパウダーもあるし、あとスキンフードのもあります。スキンフードは最近は前髪に使うことが多いんですけど、あとキャットボンディのフェイスパウダー、
も置いてあります。ちょっと亜美も映っちゃうけど。そしてここが、ブラシ入れになります。これも Forever 21で買った、なんかねすごいこんな感じの形のやつなんですけど、結構背がね高めのクリアケースになっているので、ブラシ入れとして使っています。まあ普通にいつも使うフェイスパウダー系はここに入れてあって、でアイシャドウブラシはここに入って、なんか一本違うの入ってる、仕切りがここにあるんですけど、ここの後ろ側に入っていて、ここがアイメイクの、まあ、マスカラだったりアイライナーだったりアイブロウだったりペンシル系が入っています。でここはベース系というか、なんだろうな、アイテープだったりビューラーだったり、あとメイクの前に塗るディオールのマキシマイザーだったりとか、アイシャドウベースだったりとか、あとつけまののりだったり、あとマスカラの下地、内側がコンシーラーをこちら側にはね収納しています。でこっちはまあここに入りきらないフェイスブラシ、これはちょっと前髪のテカリ用に使っているブラシなので、まあ、こっちに入ってるのと、あとハイライトのブラシはこのフェイスブラシの中に埋もれてると見つけるのに時間がかかるので小さくて、なのでこっちに入ってたり、カミソリが入っています。そして次がこちら、ここがアイシャドウ入れにしています。これ100均のクリアケースなんですけど、こんな感じで単色のアイシャドウがここには入っています。まあ基本パレットをねほぼほぼ使うので単色そんなに使わないんですけど、あれ使いたいっていう時があったりとか、あとこの冬使いたいなっていう色とかをチョイスしてここに入れています。あと下はちっちゃいパレット、いつも私が大好きなシャネルだったりとかキャンメイクだったりとかエクセル、リメルあたりが入っています。でここの上が、これに入りきらなかったものたち、アイブロウジェルだったりとか、これもアイブロウパウダーなんですけど、アイブロウパウダーだったりとか、まあキラキラのアイシャドウのこういうディップになってるようなやつ、これねナミさんからいただいたやつで、今年の冬使おうかなと思ってまた置いてあります。あとクリオのね、あの前回のメイク動画で使ったクリオのアイシャドウだったりとか、あとナーズのアイシャドウだったりとか、ちょっと入りきらないものがここに上にねあります。あとメイクするときに必ず使うピンですね。メイク動画の時はねやっぱり前髪止めてほしいっていう意見がすごくいただくので、ここに必ず置いてあります。そして次こちらです。これがザラホームで買った、なんかここのね底が鏡面になっているなんか物置みたいなやつなんですけど、まあ、ディスプレイするみたいなやつで、ここがハイライト、ここもハイライト、ハイライトどんだけ持ってんねんって感じなんですけど、一応これもあのスタメンコスメ、いつも使うものだけをチョイスしてここに置いてあるんですけど、ここ全部ハイライトですね。であとこれがお気に入りのローラメルシェのチーク、そしてシェーディング、これもフーラのシェーディング、いつも使ってるバターブロンザーで、こっちがチークになります。マック、ここら辺もマックですね。これクリームチークでしょ。でこれスペインで買ったチーク、これメイベリンのチーク、ここもマック、ね、ここら辺はミネラライズが入っていて、あとこのプリズムエアブラッシャー、これがね最近本当にね可愛くてお気に入りなので、そうここに入っていたりとか、あとずっとお気に入りのこのブルジョワのチークと、あとビセと、あと資生堂マキアージュ、あとこれが最近買ったばっかりで気に入ってるピクシーの、これねブロンザーなんですけど結構ね赤みが強い色で、これ普通にチークとして使うのがいいかなと思って買ったら本当にジャストでチークに可愛かったのでここに置いてあります。はい、いかがだったでしょうか。まあそんな感じでね特別すごい綺麗に、なんて言うんだろう、もうほんとドレッサーみたいな感じで、ドレッサーしてるドレッサーじゃないんですけど、まあ私が
もう本当に使いやすいように、まあ手の届く範囲でメイク動画をね、スムーズに進行できやすいように、手の届く位置にいつも使うものがあったりとか、どんな感じで面白かったかはよくわからないんですが、まあこんな感じで私のドレッサーはこんな感じです。ということで、参考になれば嬉しいです。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。